次がですね、ちょっと興味深いのはですね、諸葛金っていうのがいるんですよ。ほう。この名前。うん。彼ですね、一応諸葛亮のお兄さんと言われてるんですね。お兄さん。はい。うん。で、まあいわゆる弟の諸葛亮は職に勤めて、うん、お兄さんの諸葛金は、まあ、いわゆる呉に勤めて、うん、っていうことなんですね。うん。でですね、まず最初に起こる疑問というのがですね、うん、彼は本当に諸葛亮の弟なのかっていう。弟？諸葛亮のお兄さんなのかっていうことなんですね。なぜかっていうと諸葛金とかのお父さんはこの諸葛家っていう人なんですよ、うん、でこれ王変がありますよね。で諸葛金も王変がありますよね、うん、親のね一部を息子につけるってことは中国では絶対ないって言われてるんですよ、うん、ってことはおかしいっていう話になるわけですね。そういうのとは関係なく、はい、兄貴分って感じはするけど血のつながりがあったって感じがあんまりしない。そうですか、うん、例えば、うん、あの諸葛金とこの諸葛家っていう人が兄弟だったら分かるんですよ。兄弟で同じ辺を使うっていうのはよくあるそうなんですね、うん、だから諸葛金はひょっとしたら諸葛亮のおじなんだかもしれないっていう。そうかもしれないね。いとことかね、うん、なんかでも同じ血を分けてるわけでしょ兄弟って、うん、両親の、うん、そういう感じではイメージではないな。そうするとなんかあの諸葛家が集まってるこう一族みたいなのがあって、うん、その中のでっていうだけなのかもしれないですね。そうね。それで兄貴分みたいな感じで、うん、ちょっと関わりが深かった可能性はあるな。なるほどね。で諸葛金はですね後に仕えてですね、うん、かなりまだ幼かった孫権を助けて、うん、後の成長を助けた人なんですけれども、でなんか諸葛亮とはですね、まあなんか連絡は取り合ってたようなんですが、うん、公式の場とかでは、まあ、あまりその兄弟だっていうことを表に出さなかったみたいなことを言ってるんですけども、うん、まあ、どうなんですかねここら辺は。諸葛亮と諸葛金のこう交流みたいなのはどの程度だったのかっていうのも結構疑問なんですけども。そんなに交流ってほどのものはなかったんじゃないの？なかったですか？うん。なんかね、お互いに必要な時だけ寄るタイプっていうの？あ、でも必要な時っていうのはあったんですかね？それがあんまりなかったからあんまり寄らなかったんじゃない？ほとんどね、生涯あんまり会ってもいないというふうには聞いてるんですね、諸葛金と諸葛亮って。でですね、まあ、孫権に主要にですね、うん、あのなんか信頼されていたっていうふうに聞いたんですね、うんうん。どうなんでしょう、うん、何か嘘を感じるよね。何だろう、嘘を感じるというのは、うん、何だろう、存在に、存在自体は存在してた人だと思うよ、うん、ただこの人の何かに嘘を感じるんだよね。この人の何かに嘘を感じる、うん、というのは例えばさ、ええ、信頼させといて丸め込むとかさ。彼がですか、うん、なんか彼はすごくその性格は良かったそうなんですよね、うんうん、何か嘘を感じるような。それは彼が誰かに嘘を欺いてた部分があったみたいな、そういう意味ですか。そうかもしれない。うん、何なんですかねそれは。何だろうね。例えばさ、うん、本当は全然身内でも何でもないのに身内ずらして現れたとかさ。でもそれはメリットないですよね諸葛金にとっては。諸葛金の方が偉いわけですからね。なんかスパイ活動やってたとか、なんかとにかく欺くような何かをしてた気がする。諸葛金さんですか。うん、何か嘘を感じる。あとね、顔がねですね、馬に似てたというふうに言われてるんですけど、うん、どうなんでしょう。馬？ええ、馬みたいな顔してたっていう。馬面で？馬面みたいな。どうなんでしょうね。顔のイメージとか湧きますか。うん、まあ馬面といえば馬面なのかもしれないけど、馬面といえば馬面でもパッと見て、あ、馬面だって感じではないっていうほど馬面ではない。うん、ただ物を食べる時の噛んでる顔が、うん、馬みたいなイメージはある。ああ、なるほどね。もぐもぐもぐ。うん、うん、顔は長いわけですか。長くはないと思うよ。どうなんだろう、多分ね、あのその地域の人にしてみると輪郭的に長いのかもしれない、うん、なるほどね。でも話が大げさになってるだけだと思う。そうですか、うん。